皆さんこんにちは、ブレインマジックの大坪と小沢です。今回はですね、ライトルームクラシックとオービタル2の拡張機能を使って、あの写真編集をより効率化していこうという企画になります。なるほど。なんかライトルームクラシックでなんかパラメータ調整するのって結構マウスでやるとちょっとめんどくさいですよ。確かにそうなんですね、マウスでやると、細かい調整をこうやるのがうまくいけないんです。それをより、調整がしやすいため の、 あのデバイスでのオービタル2っていうものを使っていきたいと思います。でそもそもオービタル2が何ぞやっていうもので、あのこちらプラスリングと呼ばれている、8つの方向にこのあるこのボタンと、ジョイスティックと呼ばれている、倒してあの回して押し込むっていうこの動作が入ったこの2つの機構を使いまして、あのパラメーター調整を行っていこうという感じです。でもちょっとあのどんな感じで調整するのかっていうのちょっと分かりにくいと思うので、今ちょっと軽くお見せしたいと思います。今ちょっとここに写真があるんですけども、この色温度っていうのをまずマウスで動かしてみますね。そうするとほら、あのそうなんですよ、1ずつのちょっと微調整がマウスだとすごい結構めんどくさいですよね。これかなりイライラする作業になってしまったと思います。でここでオービタル2を使ってみますね。するとなんかダイヤル回すだけで、そうです、1ずつ細かくちゃんと調整ができるんですよ。はいはい、これかなり便利じゃないですか。これ便利ですね、では次に調整するためにまずオービタル2の設定を行いたいと思うんですけど、その設定の仕方をこれからお話ししていこうと思います。ではこれからライトルームクラシックとオービタル2コアのアプリケーションを連携して、あのライトルームクラシックのパラメータを調整できるような設定を今からしていこうと思います。今からちょっと Windows の方を先に説明させていただきます。はい、であの途中やり方まではあの Mac も共通ですので、ちょっとアプリケーションを選ぶところだけちょっとフォルダ階層違うので、そこは別でちょっと画像で一緒にこうお見せいたします。まず Windows ですが、右下にあるこのアイコンですね、このオービタル2のアイコンがあるんですけども、これクリックします。そうするとあの設定画面を開くっていうのが出てくるので、こちら開きます。そうするとこの画面でオービタルツーパーセッティングの、アプリケーションウィンドウですね。で、ここの中にあるこの左プロファイル環境設定、こっちがあります。今ちょっとあの連携しているんですけども、あの本来だとこれ連携されてないで、アプリ選択にされてないでこういう状態になっていると思います。でまずあのプロファイルアプリケーション 連携とあの拡張機能連携があるんですけど、こちらの拡張機能連携ですよ、こちら、チェックしてもらいます。で次にアプリ選択っていうのがあるので、これをクリックしていただきます。でそうすると、ここからあのアプリケーションをあの手動で選択してくださいって話になります。今ちょっと Windows 版の写してるんですけど、 Mac 版があのこちらになります。はい、でちょっと一緒にやっていきましょう。でまず、PC ですね、こちら選んでいただきます。こう多分わからない方はこの上からこうどんどん下っていって、ここに PC ってあるのでここ PC 選びます。で次に、Windows C 書いてあるのでこちらダブルクリックです。で次にプログラムファイルっていうのがあるのでここをクリックします。で次に上の方に Adobe があるので Adobe をクリック。でここにあるあのLightroom、Adobe Lightroom Classic、 こちらがあるのでこちらもダブルクリック。すると下から2番目あたりに Lightroom Exe があるので、こちらダブルクリックします。そうするとここに Lightroom Exe が選ばれるので、こちら保存します。一応これであのアプリケーション連携の設定は完了です。であの一応その開き方の手順っていうのがあのちゃんとありましてですね、あの一応推奨されているやり方が、先に Lightroom Classic を開いた後に、Orbital 2を開くってやり方が、あの一番ミスなくあのアプリケーション連携をしっかりこうクッて開くようになります。で、Lightroom Classic を起動する前に、先ほど言ったこの連携するのをこれ設定した後に、起動してくださいと。で、うまくこう起動ができますと、拡張機能のこの部分が緑色になって動作中となっています。で、万が一、これ、たまに切れる時があるんですけど、切れてしまった場合は、ちゃんと連携されているかどうか、ここを確認した後に、終了して、こちら終了ですね。終了してから、再度、アプリケーションを選択して、起動してもらえると、しっかり連携される形になります。こちらですね。で、緑色の動作中になっていれば、こちらで OK です。Mac だと、こんな感じで、あと、アプリケーションを選択して入れてもらえれば、動くようになります。
では次にここからいよいよ、まあ、拡張機能 の、 あの連携が終わったので、はい、あのオービタル2のこの中に実際にパラメーターをあの入れていきます、はい、でこちらちょっと入れ方なんですけども、まあ、最後ここから設定画面を開く、うん、押してもらって、こちらのオービタルエンジン設定に入っていく。で、まあ、試しにちょっと上のところ入ってみます。今ちょっとこのように LR 温度って入ってるんですけども、あの通常だとこう何も入ってない状態になっております。でこちら開きますと、まあ、キーストローク、プログラムマクロ、キーローテーション、テキストブロックなど、まあ、この上にあの機能が選べるので、一番右側にあるこの拡張機能ってやつを選びます。で拡張機能を押しますと Lightroom エクステンションっていうのがあるので、そちらクリックすると、まあ、このように、一覧が出てきます。で試しにこの基本補正の色温度っていうのがありますので、ちょっとこれプラス1を選びます。保存しました。編集着を保存してオービタル2コア本体へ、まあ、あの読み込みましたってなので、これを OK をします。今左の設定は完了です。で右の設定も同じく、まあ、この中にある、まあ、拡張機能から、ライトニングエステンションで色かぶり補正なんですけども、今左はマイナあのプラス1入れました、うんうんうん、ってことはあの、まあ、増えるってことですよね。逆に、まあ、右回しは、まあ、逆に値を減らしていかなきゃいけないので、ここはマイナス1を入れて保存します。でそうすると左に回すと、まあ、プラス1ずつ、右に回すとマイナス1ずつになります、うん、ちょっと今設定したので、まあ、改めてちょっと動かしてみると、まあ、このように値が変わるようになります。なるほど、こんな感じですね。でちょっとあの改めてこの拡張機能の中見てみると、このように結構いっぱいありますね。HS カラー、HSL カラーだったりとか、うん、目足から補正だったりとか、とんでもなくいっぱいの数があるわけですよ、うん、これダイヤルに全部入れるのはなかなか厳しいですね。そうですね、うん、あのなので、はいはい、ま、この中から、ま、特にどれを入れたらいいかっていうのをちょっとおすすめがあるので、うん、そちらですね、あのちょっと説明していきたいと思います。でまず何を入れればいいかというのは、1つ目先ほど入れたこの色温度ですね。今ちょっと左はプラス1、右マイナス1って入れたんですけども、これあの逆に左プラスの方がいいなって方は左の方にプラスの値を振るようにしても大丈夫です。これで、まあこちらの下の方であの名称設定ができます。でこちらクリックしていただいて、まあ、色温度なのでここで色温度入れます。でここで保存してもらうと、倒した時にちゃんと上に色温度という名称が出てきます。では次に色かぶり補正を入れていきたいと思います、はい、こちら、右斜め上ここに入れますね。で開くと、まあ、このようになっているので、まず右の方から設定します、うん、ライトニングエクステンションで基本補正の、まあ、色かぶり補正で、こちら右側に回すのでプラス1になります。で次にライトニングエクステンション、まあ、基本補正色かぶり補正のマイナス1ですね。でこれを保存して、で最後名称設定色かぶりというのをちょっと揃えたいので、ちゃんとひらがなで色かぶり補正ですね、うん、ここで保存したら、ここで名称がきっちり入りました。では次に露光量設定したいと思います。でこちら同じく右側の方を選んでいただいて、ライトルのエクステンション基本補正の、まあ、露光量のプラス1になっているので、これを保存します。で次に左側のライトルのエクステンション基本補正でこちらマイナス1になります。ここで露光量というふうに入れます。こちら保存すると完了となります。では次にコントラストを入れます。こちら右付き、選んでいただいて、ライトルームエクステンション、まあ、基本補正のコントラストのプラス1ですね。これで OK します。保存です。でそうすると保存されますので、次左側を押してもらって、ライトルームエクステンション、こちらのコントラストのマイナス1ですね。こちらコントラストと入れます。で次にハイライトを入れたいと思います。ハイライトは一番下の方に入れます。でこちら右側選んでいただいて、ライトのエクステンション基本補正の、まあ、ハイライトでこちら1になっているので、こちら選んでいただいて保存となります。でこちらライトのエクステンション基本補正の、ハイライト、これでマイナス1を入れます。こちらハイライトと名前を入れます。でこちら保存して名称がここで完了となります。で次にシャドウですね。シャドウを入れたいと思います。こちらまた右選んでいただいて、拡張機能ライトルームエクステンションの基本補正のこのシャドウです、うん、こちらプラス1選んでいただいて保存します。
で左の方は、まあ、拡張機能からライトルームエクステンション基本補正の、シャドウのマイナス1、こちら保存します。こちらシャドウ、シャドウと打ちます。こちら保存すると、このように完了します。で、残り2つなんですけども、この残り2つのところにそれぞれ黒レベルと白レベルを入れます。まず黒レベルですね。一番左の方の黒レベル。で、まず右の方。で、開きましたら、拡張機能、ライトルームエクステンション、基本補正の、あ、どうしましょう。ちょっと白レベルが上に来ているので、すいません、白レベルの方を先に入れたいと思います。で、こちら、白レベルのプラス1を入れます。で、次に、左側に、拡張機能から、ライトルームエクステンション、基本補正の白レベルマイナス1を入れます。で、ここで、白レベルと打ちます。で、こちら保存すると、白レベルになります。で、最後、左斜め上ですね。こちら、黒レベルを入れていきたいと思います。でまず、右側をクリックして、拡張機能、ライトルームエクステンション、基本補正、黒レベルですね。こちら、プラス1。で、左側は、まあ、拡張機能のライトルームエクステンション、基本補正のマイナス1。こちら入れて、最後、黒レベル。これ、こうです。で、そうすると、一応全部埋まりました。こんな感じ。これがちょっと、まあ、おすすめのものとなります。はい、はい。で、今、全部プラス1っていう風に入れたんですけども、まあ、値によっては、まあ、プラス1だとちょっと、そんな回しても違いがわからない。そういう場合は、プラス1ではなく、なんと、プラス5まで入れます。はい、はい、はい。これすごいことに、プラス5からマイナス5までの範囲を自分で選んで順位設定できちゃうんですよね。あ、これ結構いいですね。そうなんです。例えば、まあ、大きな値を動かしたいんであれば、このプラス5にして保存していただいたり、ギュンって使う。ギュンっていきます。あ、でもうちょっと減らしたいなって方は3とか2で選んで保存していただくということもできます。はいはい、でこちら、設定が完了いたしましたら、一応この右上にあるこちらの保存も押していただくと、まあ、いいかなというふうに思います。うんうん、では、次にこちら設定が完了したので、まあ、実際にこの設定したものでどんな感じに値がこう入れられるか試していきたいと思います。実際ライトルームの方にじゃあ、はい、入れていきます。ではですね、設定がこう一通り終わったので、次はこの時計回りにこうパラメータの調整のこの機能を使っていこうというふうに思います。うんうんうん、では、まずこちら、Lightroom Classic の方の、まあ、アプリケーションウィンドウに戻りまして、例えば上方向に倒すと、まあ、色温度を回すと、はいはい、暖色系や、まあ、寒色系の色にすることができます。で次、右斜め上のこの色かぶり補正ですね。こちら選んでもらって、戻すと、まあ紫色の方の色によってちょっと 色をかぶってる部分をちょっと補正することができます。左に倒すとちょっと緑っぽくっていう感じになります。で、次に、右側ですね。こちら、右側ちょっとこちら倒していただくと、まあ、露光量になります。こちら露光量ですね。こちら上げると、写真の全体的なこう明るさを上げたり、下げたり。これあれですね、なんか、右側のパラメータをにわざわざこうマウスに持っていかなくていいんで、画面に集中できますね。あ、確かにその通りです、まあ、写真をそのまま見てここで視点を外さずに、うん、このままこのどこのパラメータをいじればいいかっていうのもこういうふうに一目で分かるので、うん、かなり使いやすいかなっていうふうに思います。で次右下にあるこのコントラスト、まあ、写真をちょっとくっきり見せるためのものになりますね、うんうん、ちょっと今こうやって回してるんですけどもちょっと違いがこれで分からないなって場合は、まあ、先ほども言ったように、うん、この値の、増減値を、まあ、プラス1とかではなくプラス5とかにすることもできます、うん、まあ、そこら辺はそうですね、まあ、先ほど言ったように、まあ、よしなに設定してもらえばいいかなというふうに思います、うん、変化が分かりにくいやつはもうプラス5とかにしちゃった方がいいっていう感じですね。で次に下ハイライト上げると、まあ写真の明るい部分の構成が上がっていきます。でこの赤色のこの部分が何かというと、かというと、まあ、白くなりすぎてこう色つぶれを起こしている部分はこのように表示される形になります。なのでこうなった場合はちょっと明るすぎてなとか下げたりとかというふうに。次にシャドウですね。まあ、シャドウは、まあ、暗い部分をより暗くしたり明るくしたりというふうにできます。一応パラメータはちょっと動いて一応調整できてるんですけども、これもちょっと分かりにくいなって場合は、まあ、プラス5とかマイナス5で調整するのがいいかなというふうに思います。で次に、白レベルは、全体的なこの白いレベル、全体的なというかそうですね、白くなっている部分を、まあ、上げるものになります。で、黒レベルは、黒くなっている部分を
上げたり下げたりする形になります。うんうん、で今、白レベルと黒レベル、ハイライト、シャドウ、どっちも白い部分を上げます、下げますって言ってますけど、うん、実際とこれ厳密なところで違いがあるんですよね。うん、意外とここなんかわからないっていう方がなんか多いらしくて、うん、ちょっとここの部分、追加でちょっと説明させていただきます。確かに分かりにくいですよね。そうですね、白レベルとハイライト言われても何がどう違うの、うん、どっちも白やんみたいな感じで思う人がいるので。確かに。でまあ見方はですね、まずこのようにあるこのヒストグラムってこれあります、はい、これは色と色の分布度と写真の中にあるこの色とかこの明るさや暗さの分布度を、まあ、グラム化したものになります。で例えばこのハイライトですね、ハイライトがどこかっていうと、まあ、写真の中で明るい部分ですね、まあ、結構広範囲にわたるこの明るい部分のことを指します。右側のところですか。そうですね、この右側のこの部分ですね、はい、で白レベルはですねこちらですね、一番写真の特に明るい部分のことを指します。うんうんうん、これは白レベルです。で逆に黒レベルは写真の特に暗い部分を指します。まあ、黒レベルで言ったらまあここ、多分どれぐらい、はいはい、で白レベル多分一番明るいのこことかあります。うんうん、でシャドウは黒レベルよりももうちょっと広範囲な暗い部分全体の部分をこう指します。うんうん、これが白レベル、黒レベル、ハイライト、シャドウの、まあ、結構明確な違いの説明に。なります、うん、白レベルと黒レベルはその中で一番強いところなんですね。そうですね、なるほど、まあ、そこを、加味して、まあ、このようにいろいろ色をいじってもらったりして、まあ、いい写真を作ってもらえればなというふうに思っています。で今このように適用して説明したはしたんですけども、はい、見てください、情報しか説明しない、やっぱちょっと足りないですよね。思って見てください、テクスチャとか明瞭度とかここどうすんだ、うん、話になると思う。トーンカーブとかもね結構使いたい人いますよね絶対ね。これどうしよう、うん、なった時に実はオービタル2にはちょっとまだ別の機能があります。あのプロファイル切り替えっていう機能がありまして、これ何なのかというと自分が作った別のプロファイルを呼び出してそのまま使えるようにするものになっております。で実際にどんなプロファイル切り替えどんな感じになるのっていうのをちょっと今から作ってお見せしたいと思います。ちょっとまず、ここのプロファイル、先ほど作った このプロファイルなんですけども、はい、ちょっと名前変えますね。ちょっと分かりにくいと思うので、まあ、こんな感じですね。いいですね。名前設定して、まあ、OK を押します。で、次にですね、もう一つ、そのプロファイルの切り替えを行うために、新規でプロファイルを作成します。で、作成の仕方なんですけども、まあ、オービタル2コアセッティング、このアプリケーションウィンドウ開いてある状態で、この作成ですね、こちらを押してもらって、まあ、新しくプロファイルを作成します。でこれ OK を押していただくとこのような感じになります。そうすると右側にこの新規プロファイル作成というのがありますので押します。そうするとこのような画面になります。はい、でここでまた名前をちょっと変えたいと思います。と押します。これでちょっと OK を押してもらって。で、これで今、準備完了しました。例えばここの中にオービタルエンジン設定ありますよね。この上の部分に例えばですよ、右回転を、まあ、この中に拡張機能から、ライトルームエクステンション、例えばトーンカーブのハイライト、プラス1を入れます。で、まあ、そうなると、左側はもちろん、反対側に出なきゃいけないので、まあ、拡張機能のライトルームエクステンションのトーンカーブのハイライト、マイナス1。こちら、保存します。で、ここでちょっと名称は、トーンカーブハイライト、トーンカーブ、トーンカーブハイライト、こんな感じの名前で入れて、で保存で、一応これ今保存されました。で次にですね、この切り替えをするためにこのフラットリング、この部分のところに一つ入れる、うん、その設定仕方なんですけども、こちらにこのフラットリング設定というのがあるのでクリック、で正しく下の方に入れてみましょう。で下の方をクリックすると、まあ、ここに出てくるので、このキーストロークプログラムのキーローテーションってある中のその他機能からプロファイル切り替えっていうのがあります。でもしくはセットされたプロファイルに切り替えというのもあります。でそのセットされたプロファイルというのは先ほど作ったようにあらかじめこう自分が作ったプロファイルに自動的に飛ぶようになります、はいはいはい、でプロファイル切り替えっていうのが今まで作ったプロファイル切り替えの一覧が出てきて、そこから自分で選ぶ、うんうんうん、あ、ライトルームクラシック使った
けども、まあ、次アフターエフェクツの、まあ、プロファイル作ってたからアフターエフェクツに切り替えようかなとかっていう場合は、うんまあ、セットされたプロファイルじゃなく、まあ、プロファイル切り替えでアフターエフェクツのプロファイルを選ぶっていう形になったりとかできます。でこちらあの Lightroom Classic の方の、まあもう一つのプロファイルなので、まあ、セットされたプロファイルに切り替えの方が、まあ、いいのかなというふうに思います。で、こちら楽しい、セットされたプロファイルに切り替え。で、Lightroom Classic の、作った1番、そうですね。1番選ばなきゃいけない1番で保存します。うん、で、こちら OK をして、でこちら戻る、保存します。で、押すたびにこうシームレスにこう切り替えをするために、今、Lightroom Classic 2のプロファイルは1に切り替えるようになったんですけど、1の方にはそのプロファイル切り替えで設定してないので、再度こちらから開くを押してもらい、1を選択します。はいはい、でこちら、1のやつ設定するんですね。そうですね。こちらを押して、開くを押しますと、まあ、1の方に切り替わりました。で、こちらの中にあるフラットリング設定から、もう同じく下の方で、でその他機能でセットされたプロファイル切り替えで2にします。でこれで保存ですね、うん、で戻りましてこれを保存します。これで準備が完了しました。これでうまくいけば1と2を交互にできます。できるんですね。例えばちょっと試しに今、押し倒しますと、まあ、先ほど出たこのプロファイルの1番ですね、うん、でこれ押します。今押しました、はい、なんていうかな、おトーンカーブハイライトちゃんと出てきましたね。で、まあ、トーンカーブハイライトは下の方のここの部分の出力を自由にいじることができます。でこんな感じで、プロファイル切り替えを使えば、まあ、例えば写真のレーティング設定をするためのプロファイルを作っておいて、うん、切り替えでなんと飛べていけちゃうっていうふうに、うん、他の、そうですね、例えば保存とかなんかそういうのも、うん、プロファイル切り替えによってシームレスに作業を行うことができます。これかなり便利な機能だと思います。これいいですね、うん、そうですね、まあ、こんな感じで、まあ、Lightroom Classicで使うその拡張機能のためのプロファイルを切り替えてこう使うみたいな感じで、オービタル2があればかなりこういうふうに作業が効率化できるかなっていうふうに思っています、うん、はい、以上で、まあ、Lightroom Classic とオービタル2の拡張機能を利用した、まあ、写真編集をもっと効率化しようという企画でした。今回の動画拡張機能詳しく説明していったんですけども、どうでしょうか長田さん。結構写真編集始める場合とかだったらこれ使えれば結構便利なのかなっていうふうに思ってるんですけども、ちょっと使ってみようと思いました。お、もしかしてこれからやるんですか。もうちょっとやろうかな。あ、いいじゃないですか。ぜひちょっと写真撮ったところを一緒に活用して、ぜひ写真編集ちょっと役立ててみてください。でまた今回の動画、まあ、良かったなっていうふうに思った方は、まあ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。